小石くん、よかったぞ。あんな曲だけれども、ここではみんなかなり本気になって聴いてたぞ。一週間か10日の間に、ずいぶん仕上げたな。10日前と比べたら、まるで赤ん坊と兵隊だ。やろうと思えば、いつでもやれたんじゃないか、君。仲間もみんな立ってきて、よかったぜ、と郷主に言いました。いや、体が丈夫だからこんなこともできるよ。普通の人なら死んでしまうからな。学長が向こうで言っていました。